ったきっかけは、多分僕がサイドバックとかやるようになって、なんかいつの間にか読んでたみたいな。まあ田舎でなんか自分と照らし合わせじゃないですけど、僕も中学から親元離れて、なんか境遇が似てる部分があって、なんかスッて入り込めたなっていう感じですね。なんか自分と照らし合わせながら読んだって感じですね。やっぱアシトはすごいフォワードに こだわってた部分があって、その中で多分7巻ぐらいだったと思うんですけど、なんかサイドバックに転向するさせるって言われた時がすごい印象残ってて、やっぱりそこまでずっとフォワードでやってきて、フォワードでプロになりたいとか点を取りたいっていう気持ちが強かった分、それを言われた時にやっぱりショックを受けただろうし、まあそれでも自分で、まあ、うまく消化しながら与えられたものに対してクリアしていくなんか姿勢っていうのは、やっぱりすごいなんか見てて勉強になった、読んでて勉強になったなっていう部分で、一番そこは印象に残ってますかね。まあ僕自身ジュビロに来て、まあボランチとかトップ下とかやってて、まあ2018年ぐらいからサイドバックっていうポジションもやるようになって、なんかそういった部分でも似てる部分があって、なんか見ながら僕も勇気づけられるじゃないですけど、与えられたとこでいかに自分の能力を発揮できるかっていうのはやっぱ大事なんだなって、まあ思いながら読んでました。やっぱりサイドバック一つポジション下がるだけでも見える景色全然違う。いや本当にその景色が違うって本でも書いてたんですけど、やっぱり違う、本当に違うなっていうのを僕自身実感したんで、共感できるっていうか本当に共感できたなっていう部分ですね。そこはやっぱり前の選手なんで、守備の仕方だったり一番後ろに置かれて体の向きだったりポジショニング絞り方だったり、やっぱり難しい、やってみないと難しい部分ってたくさんあるなっていうのを僕自身やってすごい感じてるんで、まあそういった部分でアシトもそうない、なんかいろいろ工夫しながら感じてやってるんだなっていうのを照らし合わせながら読んでます。読むタイミングでなんか一緒だと思いながら読んでたんですよ。本当にタイミングも一緒で、まあフォワードではなかったですけど、まあ前目だったんで、まあ同じなんだろう悩みだったりっていうのも感じながら、なんか勇気づけられながらなんか読んでて、僕自身すごい勉強になった部分もあるし、なんか勇気づけられた部分もたくさんあったなっていう。松本選手がまず出されたのはこの辺りのディフェンダーに転向しよう。そうですそうですそうです、そこです。ここから本当アシトはちょっと本当に葛藤、一つターニングポイントを迎えているシーンです、ね、いや本当に多分そうです。なんかそのチームでサイドバックに転向だとは言われてないですけど、その練習でもサイドバックの位置で練習したりもするようになって、はもうそこを読んだ時に、あ一緒だっていうふうに思って、そこからもっとのめり込んだ感じですね。徐々にやっぱり試合を追っていくごとに、なんかサイドバックの自分のなんていう能力だったり、サイドバックにで生きるっていうのを少しずつ試合を通して感じていってる部分っていうのは、まあ、結構毎試合いろんなことを壁にぶつかりながら超えていってる部分もあって、その中で一つ一つクリアしていって、自分のサイドバック像じゃないですけど、そういうのを、なんだろうな、に近づいていってる部分、僕もここなんか守備の絞り方だったり出ていくタイミングだったり、すごい悩んだし最初の方は苦労したなっていうのを読んでて一緒だなっていうのを感じましたね。結構青足だと、なんというかテレビ観戦でとか伝わってこない、この守る怖さ、
構自分がメンタル的にやられた時の描写もあるじゃないですか。そう、本当にそうなんですよ。やっぱ今まで前でプレーしてたんで、直結した失点の絡み方ってなかなかないんですよ。でもサイドバックだったらあるんで、やっぱその時のメンタル的な部分も含めて、同じ経験をして、そこからどう立て直すかだったりっていう部分は、すごいね、やっぱりやられちゃうと、あーってなるんで、なんだろうな、次はやられないようにしようとか、まあ、思うんですけど、逆になんか消極的になったり、あの積極的な守備ができなくなっちゃったりっていう部分もあるんで、そこのメンタル的な部分はやっぱり難しいんですよね、立て直すの。今でもやっぱり難しい部分があって、試合中やられたりしたらやっぱり、まあもちろんやられないようにしようっていうのもありますけど、メンタル的にやっぱりどうしても落ちる部分があるんで、まあそこは僕も今でも課題だと思ってるので、なんでやっぱりその悪い時、うまくいかない時こそチームとしても個人としてもどうしていくかっていうのがすごい大事だと思うんで、崩されたり守備に追われる時間が長くても、まあやられてる部分が多くても、しっかりその中でもいかにゼロに抑えて少ないチャンス1点取って勝つとか、そういう試合もやっぱり30何試合やってきたら絶対あるんで、そこで勝ち切れるか引き分けで終われるかって、非常にやっぱプロとしては大事な部分なんで、そこはやっぱり、でも難しい部分もあるんで、まあ、そこは意識しながらやってますけど。最初の方でおっしゃった通り、サイドバックってもうトラップ一つで決まる部分相当多いですよね。そうですね、サイドなんで360度あるわけじゃないんで、限定されて、なんだろうな、守備ではめられる場面もたくさんあるんで、やっぱりボールの一つ置きどころだったり、立ち位置だったり、すごい、ちょっとしたとこなんですけど、すごいそこは大事だなっていうふうには思います。